南町4丁目の川辺共済記念美術館の第1・第2展示室では8月25日まで企画展共済・共水生き物美術館展を開催しています。また第3展示室では特別展第38回カエル展が同時開催されています。今回の美術探訪では2つの展覧会をご紹介します。川辺共済は幕末から明治半ばまで活躍した日本画家です。1831年、現在の茨城県古河市に生まれ、数え7歳で浮世絵師歌川国芳の門に入り、すぐに狩野派に移って修行を積みました。さらに伝統的な大和絵や浮世絵、西洋絵画、中国絵画なども独学で学び、幅広い画風による多くの作品を残しています。また共済の娘の川辺共済も日本画家でした。共済は数え5歳から父に学び、早くから日本画家として活動し始めますが、共済が22歳の年、父の共済が胃がんのため59歳で亡くなってしまいます。共済は人気絵師だった父共済が注文を受けていた膨大な仕事を引き継ぎ、仏画や能・狂言画など正しい知識がなければ描けない絵や、女性には珍しい戯画など父が得意とした作品を描いて活躍していきます。さらに共済は今の女子美術大学が開校された頃に3年ほど日本画の教授を務めました。また自宅の画室で教えたり、弟子の邸宅に出稽古に出かけたりするなどして、男女を問わず多くの弟子に熱心に教える指導者としての面も持っていました。それでは企画展の作品からご紹介しましょう。まずは共済がホトトギスを描いた掛け軸をご覧いただきます。ホトトギスは夏の訪れとともに渡来し、独特な鳴き声を発することから奈良時代の万葉集以来、和歌などに詠まれ親しまれてきました。平安時代の清少納言はウグイスよりホトトギスを好んだことで知られています。枕草子の中で清少納言はその理由を、ウグイスは夜鳴かないがホトトギスは夜鳴くからであると言い、夜遅く鳴き始めるホトトギスの声の素晴らしさを称えています。作品を見ると夜空に浮かぶ満月の中を羽ばたく2羽のホトトギスが描かれています。くちばしを開けた右の1羽からは甲高いさえずりが聞こえてくるようです。共済は墨の濃淡だけを使って月夜と鳴き声を上げるホトトギスを描き、古典の世界で愛されたホトトギスの姿を余すところなく表現しています。こちらは滝を遡るように泳ぐ鯉が描かれています。これは狭き門を突破することを意味することわざ登竜門の語源になった中国の伝説竜門の鯉を描いた作品です。中国崑崙山脈を水源とする川の流れは史跡山を経て竜門に至ります。ここには三重にみなぎり落ちる急流があり、桃の花が散る頃、鯉がその激流を登り切ると竜になって天に昇るという伝説をもとにこの図は描かれています。この作品は共済と同じく絵師であり、漆を使った工芸品を作る漆芸家である柴田是真との合筆です。中央の鯉を共済が描き、周囲の滝を是真が描いています。なお是真は署名に79歳と当時の自分の年齢を書きつけています。この是真の年齢から共済の年齢を割り出すと、
この作品は暁斎が数え56歳で描いたものだとわかります。続いて暁斎の娘の暁水が描いた額絵をご覧いただきます。大根を上から見下ろし、葉の根元に蟻が群がろうとする様が描かれています。葉はにじませるように描く垂らし込みの技法を用いており、洗練された構図や筆致が琳派を思わせる作品です。こちらは内輪に使うために作られた色摺りの版画で、雪に覆われた松の木に止まるカラスが描かれています。暁斎は明治14年に開催された第2回内国勧業博覧会で、枯れ木に止まる一羽のカラスを描いた古木観画図が、その年の日本画の最高峰である妙義尼等賞杯を受賞して以来、カラスの暁斎とも言われるようになり、カラスの絵は暁斎の代名詞のようになりました。暑い夏に使ううちわですが、冬に降る冷たい雪とカラスを描くことで、ひとときの涼を感じてもらおうとする意図がうかがえます。画面にはきらずりも施されており、粋を尽くした作品です。この作品も暁斎によるうちわ絵です。ネズミが丸いひょうたんを使ってぬるぬるしたナマズを抑えようと奮闘しています。この絵は猿がひょうたんでナマズを抑えるひょうたんナマズという画題を、猿をネズミに置き換えて描いた戯画です。本来のひょうたんナマズに描かれている猿は浅地絵で知られていることから、猿がひょうたんでナマズを抑え込もうとするひょうたんナマズは、飼料が足りないことを戒める意味があると考えられています。このことから、ひょうたんナマズは現在の滋賀県大津市にあった宿場で土産物として売られた大津絵の画題の一つとして盛んに描かれるようになり、今も販売されています。暁斎のこの作品は、その猿をネズミに置き換えて描いているところに面白さがあります。猿に代わって小さなネズミが大きなナマズを懸命に抑え込もうとしていますが、ネズミがやってもナマズのつかみどころのなさは変わらないようです。最後に暁斎の版画作品の中でも特によく知られた作品をご覧いただきます。たくさんのカエルが敵味方に分かれて戦っている風流河津大合戦の図です。蓮の葉をまとい、植物のガマの穂を手にしたカエルたちが大合戦を繰り広げています。こちらの作品は幕末の元治元年正月に決定し、8月に開始された長州征伐をカエルの合戦に見立てて描いた錦絵です。向かって右には徳川家の裏門である六つ葉葵、左側には毛利家の澤高門が見えます。右の軍から大砲ならぬ水鉄砲が勢いよく発射されていることから、第一次長州征伐での徳川軍の優勢を表しているようです。なお、この作品の後に出版された版には六つ葉葵の門が描かれていません。それぞれの門から幕府の長州征伐を描いた錦絵であることが分かって咎められ、徳川幕府の六つ葉葵門を削った版が刷られたものと思われます。カエルたちの擬人化が面白く、作品として見どころが多いだけでなく、錦絵の報道画としての側面を伝える貴重な作例の一つでもあります。続く第3展示室では特別展第38回カエル展を開催中です。カエルの写生に始まり、カエルの墓に終わるほどのカエル好きであった暁斎にちなんで、美術館に設立されたカエル友の会は今年設立37年目に入りました。また美術館ではカエル好きの会員の交流の場として、毎年この時期にカエル展が開催されています。展示室には国内外のカエルグッズなど、カエル友の会会員の様々なコレクションが展示されています。会場では
人気投票をしていますので、お好きなカエルを選んでみてはいかがでしょうか。今回の美術探訪は、川鍋暁斎記念美術館で開催中の企画展暁斎・暁水生き物美術館展と特別展第38回カエル展をご紹介しました。8月25日まで開催されていますので、足を運んでみてはいかがでしょうか。